ピアノ塗装の採用ももちろん美観も考えておりますが、ノイズ低減と筐体強度の効果を考慮したものとなっています。さて次もオーケストラとなりますが、1970年代ハイファイオーディオが熱かった時代の音源から NHK アーカイブのアナログマスターテープによる録音をハイレゾ用にリマスタリングした音源でお聴きいただきます。1975年ラファエル・クーベリックとバイエルン放送交響楽団が10年ぶり2度目の来日を果たした時のライブ録音です。日時は1975年5月27日、場所は日比谷公会堂。ラファエル・クーベリック指揮、バイエルン放送交響楽団の演奏でベートーベンの交響曲第7番第1楽章を 96kHz、24ビットのフラッグ音源でお楽しみください。それではどうぞ。